疲れ様でした。お疲れ様です。獲得おめでとうございます。ありがとうございます。では私から最初に何点か質問させていただきます、はい。まず改めて、この竜王戦第3局、どんな将棋だったなというふうに振り返りますか。そうですね、途中でちょっとうっかりがあって、そこから実践的にもかなり苦しい時間が長くて、ただそんな中でも気持ちは全然切らさずに、なんていうか離されないように、辛抱強く指すことができたかなっていうふうには思ってます。結構その、気持ちは切らさずにということですけれども、なんかこう失敗したなというような、まずいなというような気持ちってのはあったでしょうか。そうですね、ちょうど昼食休憩の時だったんですけど、単純な本当に4四銀に3一角が指した瞬間に気づいてしまって、ちょっと取り返しがつかない局面ではあったんですけど、ただそうですね、そこまで不思議と落ち込むことなく盤に迎えてたかなっていうふうには思ってます。ちょうど昼食休憩の時だったという話ですけど、はい、食事は食べられたんでしょうか。食事はそうですね、全てじゃないですけど軽く食べて、やっぱり局面が苦しいので局面のことや、頭をちょっと休めたりとか、できる限りのことは休憩中にしてました。そこから盛り返して盛り返して逆転することができたっていうのは、なんか勝因というか、そのあたりは自分ではどんなふうに感じてますか。なんか不思議と冷静に局面を考えられてたので、そうですね、なんかそういう淡々としたところが良かったのかなというふうに思ってます。なかなかそういうふうに考えられない時もあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そういう時と今日っていうのは何か違いがあったんでしょうかね。そうですね、今年に限って多分一番、今までで一番対局数が多い年だと思うんですけど、なんかやっぱりその対局できることのありがたみをその中でも感じることができているので、だからやっぱり一局一局、どのような形勢になったとしても気持ちを切らさずに指すっていうのが、一番のその、心がけてるってことっていうか、はい、やっぱり対局中は自分のできることはしようっていうふうには思ってます。それで、女流王将獲得で、ちょうど2年ぶりにですね、女流五冠になったということなんですけれども、はい、そのことについてはどういうふうに思いますか。そうですね、ありがたいことに今女流棋戦増えましたし、あまりそうですね、そういう数字はそこまで意識はしてないんですけど、今回のその番勝負で、自分の欠点もたくさん見つかったので、それをやっぱ修正することが大事かなっていうふうには思ってます。西山女流三冠には、はい、女流タイトル戦では初めて勝ったということになるわけですけれども、はい、そのことについてはどういうふうに感じますか。そうですね、西山さんは結構自分の棋風と真逆の方で、最初の方は読み筋もなかなか合わないところもあったんですけど、対局するたびには新しい発見というか、そういうものもあって、そうです、昨年は結構逆転負けとかもあったんですけど、そういう、なんていうんですかね、なんかやっぱその苦手意識みたいなのなく戦えたところは、
良かったかなっていうふうには思ってます。やっぱりそれを指していくうちにこうなんかこうちょっと手応えというか掴めるものがあって、そういう苦手意識がなくなったっていう感じなんでしょうか。うん、というよりもやっぱり今年すごく対局数が多かったので、うん、その目の前の、あの対局相手 のことを考えるのが精一杯だったというか、はい、まあ、いろんな方と対局したんですけど、その中でやっぱりその対応力ですとか、その実践の中ですごく勉強になることが多かったので、そういう経験のうちがこうついてきたというか、まあ、そういうのはそうですね、まあ、自分の財産かなっていうふうには思ってます。まあ、先ほどそのタイトルの数そんなに気にしないっていうようなことでしたけれども、この、まあ、8つある女流タイトルでのうち5つを占めることになったっていうことについては、まあ、ちょっとその過半数を超えるというかそういうことになるわけですけども、それについてはどういうふうに考えていますか。そうですね、まあ、もちろんすごく光栄なことではあって嬉しいんですけれども、うーん、なんかそれよりもやっぱり自力がついてこないと今後厳しいかなっていうふうに思うので、うん、やっぱり結果ばかり気にすることなく、そうですね、まあ、自分のその将棋をなるべくこう欠点をなくせるようにっていうのを、はい、より実感しております。ありがとうございます。じゃあ各社さん、大志村の北村です。ありがとうございます。今日の将棋のお話ちょっと戻りたいんですが、はい、スタジオで先手番のことをたくさん考えていたのでっていう言葉もありましたけど、基本で将棋棋士の研究というのは後手番の方が優柔点を置くっていう方が多いと思うんです。はい、そのあたりは、はい、どういうことなんでしょうか。結構その相振り飛車特有のところではあるんですけど、なんか先手なんかその千日手の関係とかもあって、先手でしっかりこう対策することの重要性というか、そういうのもすごく実感してるので、まあ、もちろんその後手番も知ってるんですけど、私はどちらかというとその先手と、先手なんか自分のやりたいことをどれにしようかなっていうのをより考えるかな。その対抗系ではすごく珍しいことはないんですけど、相振り飛車だとあるんですよね。今日の序盤とか、まあ、若干こう、まあ珍しいのが立戦調というか、はい、飛車の振り方から角交換型になっていく序盤っていうのは、やはりこう自然と対応したというよりかは、まあ、西山さんの棋風なり今までの対戦の中でこの戦い方を選んだっていう感じが強いですか。でもその直近の対局で、そうですね、まあ、うまくいったとかいかなかったとか、その細かい部分の中で自分がこう処理していく中で、対策ってこう対策していくんですけど、今回はそうですね、うまく、まあ、西山さんに動かれて、しまったかなっていうふうには序盤ですねは思います。局後から課題をすごく挙げてらっしゃいましたが、今日、まあ、大きな一番で、まあ、その中級ぐらいはちょっと苦しいかなと見ていた中で、あまりこう心が乱れなかったっていうのは、そのあたりはご自身で成長として感じている部分はいかがでしょうか。そうですね、まあ、そうですね、やっぱりその、まあ、繰り返しなんですけど、対局数が多い中で、やっぱなるべくこう疲れを取りながら勉強をしていくっていう作業が続いていくんですけど、なんかそういうその忙しい中でもやっぱ対局できるありがたみっていうのをすごく実感するので、なんかそういうところが、まあ、そのコンディションいいコンディションにつながっていったのかなっていうふうには思います。佐々木さんはあまりこうタイトルとか形ある目標というより
あんまり語られないですし、まあ、西山さんに対してもこうあまりこうライバル視というような言葉も 今まではあまりおっしゃられなかったですけど、先日ふとこうタイトル戦では長野部が悪い状態にあるっていう言葉もご自身でお話しされていて、まあ、そこを一つ今日乗り越えた思い、意義みたいなものはどういうふうにお感じになられていますか？そうですね、まあ、昨年は結構逆転負けの将棋がたくさんあったので、なんかそうですね、まあ、そういうところを今年修正、まあ終わってないので今年修正できるようにしたいなという気持ちではやってますかね。はい、まあ、客観的に見てもそうですね、分が悪いので、なんかそこはその自分のなんていうかミスが生まれたところをなるべく修正していかないと、なんかそうですね、自力をついていかないかなっていうふうに思ってます。結果という意味ではいかがですか？結果そうですね、まあ、ほとんど対局が勝ちきることができてホッとしているという感じですかね。今4棋戦で同時進行で、はい、という状況って、はい、男性棋戦でもなかなかないというか、まあ、今までかつてないようなことなんですけれども、はい、そういう意味ではその棋戦によっていろいろ相手はお二人ですけれども、きついなとか今日程的な問題とか、はい、今までないようなしんどさみたいなものは、そうですね、まあ、なんかその中でこうやりくりしていく充実感というのはすごくありますね。まあ、なんか、今年は、まあ、そのオリンピックの関係で、そうですね、ずれ込んでいる規制もあるんですけど、なかなかこういう経験ってできないと思うので、その勝負面の体力面ですとか、なんか自分がどこまでできるのかなっていうのに無我夢中でやってるような感じですね。じゃあ、まあ、今年タイトル獲得数なんかで清水さんも言ったりされて、まあ、全冠制覇まではあれですけど、今後のなんか、まあ、目の前女流王座もあるし、はい、女流名人戦も来年になったらありますし、はい、目の前の対局のどんどん続いていくんですけど、今後のモチベーションっていうか目標みたいなものってなんかあれば教えてほしいんですけど。そうですね、なんか私は結構まあ、戦法を限られた戦法を指すことが多いんですけど、なんかそういう独自の持ち味みたいなのを対局で示せたらなっていうのが、まあ、一番のモチベーションで、やっぱり将棋が好きなので、そのソフトがこうなんていうんですかね、まあ、必須の今なかなか個性を出すことは難しいんですけど、なんかそんな中でもやっぱ自分の持ち味っていうのを出したいなっていうふうに思ってます。あ、すみません、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、はい、西山さんとはまた当たるもう一つの棋戦で進行中ですけれども、まあ、西山さんは転向されて前期戦、上位期戦参加されるっていう構図になって、まあ、ファンの皆さんとか、まあ、お二人がもうガンガンいろんな期戦でさらに指していくんじゃないかというふうに見ているんですが、改めて西山さんという存在、どんな存在であるっていうふうにお考えですか？そうですね、なかなかやっぱりまあ自分と棋風が真逆ということもあって、なんか読みにない手をたくさん指されるんですけど、なんかそれに対応していく時間というのは、もちろん公式戦でタイトル戦なので緊張感もあるんですけど、
かやっぱりそれをそのギリギリの勝負をできるように、まあ、自分もその頑張っていこうと、まあ、成長させてくださる存在ですかね。はい、田辺さんはあの将棋一筋といいますか、あの、はい、まあ、今タイトル戦も続いてますし、なかなか他のことする余裕もないと思うんですけれども、あのツイッター等々で妹さんとの楽しい発信とかもいらっしゃると思うんですが、今、はい、相場を見つけて何か取り組んだり楽しんでいることみたいなのはございますでしょうか。そうですね、今は本当に休みが結構貴重というか、なるべくやっぱ疲れを取ることが第一で、まあ、ただでもなんかそうですね、何ですかね、いやでもなんかウォーキングとかなんかゆっくりお風呂に浸かったりするのがすごくもともと好きなので、なんかよりそれをなんかありがたく感じてるような感じはします。ちょっと重なるかもしれないですけども、はい、この女流タイトルを巡る争いで、まあ、10代の頃とかやっぱりどっちかというと挑戦する立場とかが多かったと思いますけれど、まあ、その後20代になって結構その、まあ、タイトルを獲得することが増えて、まあ、客観的に見て西山さんが一番という時代があったと思うんですけれど、その時代があって、まあ、今西山さんがこう女流棋士になって、今こう2人でトップ争うっていう風にちょっと、まあ、フェーズが変わってきていると思うんですけれど、そういう中でこう以前と比べてなんかこう里見さんの中でこうなんか気持ちの持ちようが違うなとか、まあ、目の前の対局忙しいっていうのはあるかもしれませんけれど、なんかその、自分が、一番でタイトルをたくさん持ってるっていう時と、まあ、今また一歩で上に立って5つになりましたけれど、なんかその時代の移り変わりというか、なんかこう以前とやっぱり今は違うなっていうような気持ちってありますかね。そうですね、昔はどちらかというと、結構その相手のことを考えることが多かったんですけど、今はその自分のやっぱコンディションを整えることを念頭にやってるので、なんかそれはやっぱ変わらず続けていきたいかなっていうか、まあ、自分のスタイルに合ってると思うので、なんかこう、まあ、西山さんと対局できることは本当に自分の成長にはつながるんですけど、どなたが対局相手でもしっかり対応できるようなその自力をつけたいなっていうふうに思ってます。以前はその相手のことを考えることが多いというのは、その相手 の, その指し方どうやってくるだろうとか戦術とかそういうことを考える。いや、対策はそういうことをもとに考えるんですけど、なんかやっぱりその、挑戦するとか防衛するとか、なんかそういうなんていうんですか、その将棋以外の外的要因というか、なんかそのそういうことを結構気にしたりとかしてる時期もあったんですけど、なんか今は本当に盤面だけに集中できてるかなっていう感じはするので、はい、まあ、将棋もその、まあ、終盤ちょっと読み切れないところとかたくさんあったりするんですけど、なんかそういうところはやっぱなるべく修正していきたいなっていうふうに思えるので、純粋にやっぱ技術を高めていきたいっていうふうに思ってます。すいません、もう一個だけよろしいですか。はい、一般公式戦に対する思いはいかがでしょうか。さらに大人の囲碁では親交のある藤沢里菜さんが最近、はい、一般公式戦でとんでもない活躍をされていらっしゃると思うんですが、そのあたり何か感じになっているか。そうですね、一般棋戦は長時間の対局
秋戦も参加させていただいていて、どちらかというと結構長考派なので考えるのがすごく楽しくて、なんか楽しみっていうのが結構大きいですね。で、藤沢さんの活躍もいや彼女は本当に素晴らしいというか目覚ましい活躍をされてるので、なんかやっぱ自分も負けないように頑張りたいなっていうふうに、はい、思わせてくださる存在ですね。いいですか。はい、今日の採決の具体的なんですけども、はい、9号があって出た局面で、はい、8号飛車ってぶつけられた局面があるかと思うんですけど、はい、それって想定されてますか。結構意外でしたね。はい、なんかまあ私の中で8、9飛車とか、なんかそういう飛車逃げられる方針だったんですけど、8、9飛車とか6、6飛車とか7、6飛車とかっていう風に、あ、そうですね、横もあるかなと、なんか横か下かって考えてたので、はい、なんかやっぱそのそういう指し手は結構西山さんらしいなっていう風に、あんまり、そうですね、やっぱり読みにないというか、なんか自分だったら結構一番に切り捨てるようなめこを持ってるとっていうことなんですけど、はい、ちなみにその飛車を持ってから、なんか囲碁飛車とかっていって具体的に桂馬、囲碁飛車って見て、はい、結構里見さんのペースになったのかなと思ったんですけど、そこら辺は一瞬なかった。いやでもまだ難しいと思ってましたね、はい、結構馬が手厚いので、なんかやっぱ苦しい時間が長かったのか、そこはまだ苦しいと思って指してはいました。 ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあすいません、ちょっとじゃあ代表して、なんかすいません、なんか番組スタッフから恐縮ですけれども、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、そうですね、フォトセッションに、はい、マスク可能ですか。遠くに離れてて、じゃあ喋らなければ、じゃあこの時だけ、